議長が交代しました。吉田晴美君、民主党無所属の吉田晴美です。会派を代表して質問させていただきます。岸田総理は先日都内のスーパーを視察されたと伺いました。ちょっと違和感がありました。野菜や肉確かに高くなっている、思い切った対策を実行するとコメントされましたが、今回の経済政策対策でその解決策は残念ながら見当たりません。いつまで続くかわからない物価高に加え、増えない収入の中、限られた家計でやりくりしていかに安く食事を作るか頭を悩ませている私たちの声は届いたのでしょうか。私が生活にこだわるには訳があります。私の実家は八百屋、私は八百屋の出身です。父は7人兄弟の長男として家族を養うため高校進学を諦め、中学を卒業してすぐ15歳でおじいちゃんが始めた八百屋を継ぎました。私も小学校の頃から小さな八百屋の店に出て家族総出で働きました。1円を稼ぐのに汗と涙を流し、1年中朝から晩まで必死に働く父母の背中を見て育ちました。今日は1円の重みをかみしめている八百屋の娘として生活の現場の声を代弁し、岸田総理に質問します。大阪万博の建設費が当初の 1.9 倍、1100億円の予算超過となり、総額2350億円に膨らむことが明らかになりました。身を切る改革どころではありません。このまま税金投入が続けば天井知らずの無駄遣いになります。東京オリンピック大阪万博招致を見送った、札幌オリンピックなど高度成長期の夢をもう一度という願いかもしれませんが、今日本が置かれている現実は当時とは全然違います。少子高齢化で世界では極めて深刻な人手不足問題を抱えています。この現実から目をそらし、かつての古き良き時代で思考が止まっていませんか。要するに政治の貧困さがこの万博予算倍増の問題に現れています。そもそも運営費については国庫による負担や助成は行わないとの政府の閣議了解がありましたが、200億円の警備費がさらに国の負担として追加されました。私たちは今年1月の時点でこれ以上建設費が増えないと聞いていましたので了としましたが、当初予算の 1.9 倍、ほぼ倍になる万博予算は異常です。岸田総理、この予算倍増を政府はそのまま認めるのですか。お答えください。また国民の負担が増える以上、これ以上の増額は1円たりとも認めないことをこの場でお約束すべきではないですか。岸田総理、お答えください。今回の所得減税については期限付きであるため偽装減税との批判も出ています。つまり減税、法人税、所得税、タバコ税の増税によって財源を確保する予定の防衛増税はこの先ずっと続く恒久的な国民負担となる。その一方で今回所得税の一時的な減税を検討しています。防衛増税には所得税増税も含まれています。全くちぐはぐです。岸田政権の支持率が低いのはこのように岸田総理が何をやりたいのか分からず、10年後の暮らし、10年後の日本がの未来が見えない、子どもたち孫たちはどうなってしまうのかと国民が怒っているからではないでしょうか。政府が検討し年末に結論を出す可能性がある高校生子育て世帯の扶養控除の廃止は子育て家庭への事実上の増税になります。ついてはこの扶養控除の廃止と
高校3年生までの児童手当の延長をセットで実施した場合、トータルのプラスマイナス差し引きをして負担増になるのはどのような対象で、何割ぐらいの高校生子育て世帯でしょうか。岸田総理、お答えください。また政府は支援金制度と名付け、社会保険料の引き上げを検討しています。つまり少子化対策の財源確保のために、子育て家庭を含む幅広い対象への負担増、事実上の増税を検討しています。まだあります。75歳以上の後期高齢者が支払う医療費窓口負担を2割へ引き上げ、介護保険サービス利用料の自己負担2割の対象者を拡大するなど、高齢者の自己負担増を政府は年末に決める可能性があります。私の地元杉並区の国政報告会では、ご高齢の方からこれ以上の負担はやめてほしいという声をいただいています。年末にこのような介護保険や後期高齢者医療の自己負担アップを決定するのですか。岸田総理、お答えください。次に、自民党が提出した埼玉県の児童虐待防止条例の一部を改正する条例案についてお伺いします。自民党県議団は、子どもを家などに残したまま保護者などが外出するといった放置は虐待に当たる。具体的には、子どもたちだけでの自宅での留守番、子どもだけ家に残してゴミ捨てに行く行為、子どもたちだけで公園などで遊ぶこと、子どもたちだけでの登下校などが該当するとしていました。この基準では、私は何度娘を虐待したことになるんでしょうか。娘が小さい頃、一人で育児を担うといういわゆるワンワーク育児をしながら働いており、また当時、母は50歳を過ぎて脳梗塞で倒れ、障害が残り、父もその母の介護のために動けず、私は誰も頼れませんでした。育児も家事も自分一人でやるしかなく、買い物に行くとき、娘を一人家に残したことは一度だけではありません。後ろ髪吹かれる思いで、早く帰らなければと募る心配、子供の顔を見たときの安心とごめんねという罪悪感と、そんな母親の気持ちや子育ての現場の現実が分かりますか。この現実離れした子どもだけでの留守番を児童を虐待として禁止するこの条例を、埼玉県議会の自民党は提出し、委員会で賛成しました。公明党もこれに賛成しました。残念です。与党は時代に背を向けているのではないですか。今の時代は子どもを家族とともに社会全体で支える時代です。私たちは10年以上も前からチルドレンファーストを掲げてきました。やっと最近、自民党も私たちのチルドレンファーストの考えに近づいてきたのかなと思っていましたが、今回の件を見ると、やはり自民党は変われないのですね。現場という言葉も総理所信演説の中で多用されましたが、子育て現場の実態や当事者の苦労を全く分かっていません。埼玉県の虐待禁止条例改正案は撤回されましたが、議員団長は会見でゼロベースと語り、再度提出する可能性を残しています。この条例案は自民党の子育てに対する考え方ですか。岸田総理もこの埼玉県議団と同じ考えですか。お答えください。岸田総理、ひとり親家庭の苦労、子どもの貧困の実態をご存知でしょうか。私は地元で子ども食堂を手伝っております。そこにはシングルマザーの方々も大勢いらっしゃいます。コロナ禍で子ども食堂はその場で食事をするスタイルから食材配布に切り替えました。しかしコロナ禍が明けても食事をするスタイルではなく、食材配布を続けてほしいというご要望が多いのです。なぜだか分かりますか。それは食事はその場で1回だけ、つまり1食限りですが、
食材をもらえば数日間の食料になり、何食分も助かるからです。自転車の前後に、そしてハンドルにたくさんの 食料を積んでいかれるお母さんたち、子供だけで食材を取りに来る子もいます。私たちは子どもの貧困対策の切り札として、昨日、子ども1人当たり月1万円増額する児童扶養手当増額法案を国会に提出しました。この実現には国費で年520億円、自治体負担を加えると、公費で1500円かかります。政府は年末に決定する少子化対策財源のうちの5000億円の中で、子どもの貧困対策予算を手当てするとしています。そのうちの1500億円を、この児童扶養手当増額に充て、低所得の一人親家庭、貧困に苦しむ子どもたちをしっかり支えていただけませんか。岸田総理の見解を伺います。私たちは先週、経済対策を発表しました。立憲民主党の経済対策は、児童手当月1万5000円を高校生に、今月10月から支給を前倒し実施する、また低所得子育て家庭の子ども1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別金を再給付する、さらに小学校の給食も10月から無償化する、介護職員、障害福祉職員、保育士などの月給も1万円引き上げる、これらを10月から遡り、恒久政策として実施します。また、さらに10月から奨学金の返済利子をゼロにし、加えて奨学金の返済額を所得控除の対象とします。このような政策こそが、ばらまきではなく、限られた予算を有効に使い、必要な方に届ける経済政策です。立憲民主党は、公立中学校の給食の無償化を進めるべきと訴え、3月27日に、議員立法、学校給食無償化法案を国会に提出しました。現在では、国の約3割の自治体で給食の無償化が行われていますが、今のままでは、生まれる地域、育つ地域、そして経済的な格差で、子どもに不利益が生じます。小中学校の給食の無償化は、国の責任で実現すべきと考えます。岸田総理のお考えを伺います。また政府案では、授業料後払い制度の創設、年収600万円までの多子世帯や、理工学部、農学部系の学生の授業料減免等の拡大にとどまり、対象者が少なく不十分で、安心して学べる環境には到底つながりません。立憲民主党が提案する高校授業料無償化の所得制限撤廃、国公立大学の授業料無償化を実現すべきです。この2点について、岸田総理の見解を伺います。私たちは本年6月に給特法を廃止、教職員の働き方改革促進法案を衆院に提出しました。現在、学校現場では、教職員の過労死ラインを超えた長時間労働や膨大な業務量が常態化し、給食者の増加や教職員希望者の減少などによって、深刻な教員不足に陥っています。ついては、事実上残業代がほとんど払われず、長時間労働の原因となっている給特法を廃止して、教員の業務量削減や教職員の確保をすべきです。岸田総理、この法案を与野党協力して成立させようではありませんか。私は2週間に一度国会報告、国政報告を行っておりますが、毎回ご参加者に伺います。異次元の少子化対策何がありますかと聞くと、会場はシーンと静まり返ってしまいます。そう、国民にはピンときていないのです。結婚を望む人が結婚を決める際の重要な要素の一つは収入ですが、岸田総理には賃金アップの決定打がありません。年収400万円以下が労働者の約半数を占め、10月には4000品目以上の食品の値上げが行われ、生活が苦しいのです。目指すべきは徹底的な中小企業支援と、そして労働者の賃上げ、賃上げ、賃上げです。岸田総理、思い切った賃金引き上げを講じるべきと考えます。
見解をお聞かせください。また非正規と正規雇用の賃金格差が結婚することを困難にし、少子化に拍車をかけている実態を政府は直視すべきです。立憲民主党の経済政策の中で、正規非正規男女間賃金格差の是正として、同一価値労働同一賃金の推進と非正規雇用の入り口規制導入など前倒しプランを提案しています。非正規雇用の賃金引き上げや、希望する非正規雇用の方が正規雇用になる方策について、岸田総理の見解をお伺いします。10月17日、東近江市の市長が次のような発言をされました。不登校になる大半の責任は親にある。この発言は不登校に悩む子どもたち、そして保護者の方々を大変傷つける発言です。岸田総理、不登校は親の責任ですか？お答えください。今回の第二次岸田改造内閣の目玉は5名の女性大臣です。ご期待申し上げます。しかし一方で残念だったのが、副大臣政務官に女性はゼロでした。結果、内閣府復興庁外務省以外の国の行政機関では、大臣副大臣政務官がすべて男性ということになります。総理は適材適所と説明されましたが、改めてお伺いします。自民党公明党の女性議員には副大臣政務官を務められる人材がいないということでしょうか？それはあまりにも失礼な話ではないでしょうか？岸田総理の見解を伺います。報道され、目立つところには女性を登用し、男女共同参画を進めているように見せて、一方で見えないところでは相変わらず男性主導の派閥政治が続いている。昨日の総理の演説30分の中で、女性という言葉はたった1回でした。実は何も新しいことはない、変われない自民党の体質。総理所信演説で述べられた変化の流れを絶対に逃さない、掴み取るというご決意が急遽に響きます。外だけよく見せるメッキのようです。いずれ剥がれてしまうのではないでしょうか？日本のジェンダーギャップは今年146カ国中125位となり、去年の116位から後退しました。自民党や岸田政権のジェンダー平等は世界基準から大きく立ち遅れています。母として、妻として、娘として、子育てや介護、家事を担い、そして働く人として生活を支え、たくさんの役割を担いながら、この時代を歯を食いしばって生きている、一生懸命に生きている女性たちの声が届いていますか？男性優位の時代を生きた世代が主導する、男性に都合の良い女性活躍では、社会は何も変わらないのです。私は当選1期ですが、こうして一国の総理大臣に直接質問する機会をいただきました。また立憲民主党は今週から始まる予算委員会でクオータ制を導入し、質問者の半数は女性議員です。私たちはすでに2020年6月選択的夫婦別姓制度を導入する民法改正案を提出しています。岸田総理も選択的夫婦別姓を推進する議員連盟の顧問を務めていらっしゃいます。早期の実現を求めます。総理の見解をお聞かせください。また同性婚を認めない現行制度について違憲または違憲状態とした地裁判決が相次いでいます。同性婚を法制化する婚姻平等法案を今年3月6日に提出していますが、その早期成立がぜひ必要です。見解を求めます。細田前議長は先日の会見で、セクハラの被害者が名乗り出ていないからセクハラはなかったと発言されました。これは被害女性が名乗り出ることが困難である根本的なセクハラ問題を理解していない発言であり、
受け入れることができません。優越的地位にある男性からセクハラを受けた被害女性が簡単に名乗り出ることができません。この細田前議長の発言に象徴されるように、自民党や岸田政権の考え方は時代遅れで、世界では通用しないのではないですか。岸田総理に伺います。名乗り出ていないからセクハラはなかったとの細田前議長の発言は問題ではないでしょうか。岸田総理の自民党総裁としての見解をお伺いします。またこのように岸田政権には女性だけでなく子どもの人権も軽んじていませんか。本日ジャニーズ性被害の方々が、性被害者の方々が傍聴にいらっしゃっています。誹謗中傷を受けながらも勇気を出して発言してくださった被害者の方々のおかげで、今回の深刻な問題が明らかになり、芸能界のみならず子どもへの性加害再発防止の大きなきっかけとなりつつあります。この問題に関しては現役のタレント、アイドルを夢見る若者、そしてファンの方々も悩み苦しんで おられます。ジャニーズ性加害問題はすでに325人が被害を申請し、これは世界最大規模の子どもへの性加害事件です。国連の人権理事会の2人の専門家が来日し、被害者7人にヒアリング調査を行い、8月4日の記者会見で、政府が被害者救済の責任を負うべきと指摘しましたが、岸田総理や政府は今日に至るまでジャニーズ性被害の問題についてコメントせず、一般論をおっしゃるのみです。私たちは5月17日以降、8回国対ヒアリングという形で被害者7人からヒアリングをさせていただき、再発防止策を考えました。そのヒアリングの中で私の胸に残った言葉があります。今後子どもたちが僕のような性被害に遭わないようにするための法律をぜひ国会で作ってください。守られていると安心できる法律を作ってほしい。この思いに応えたいです。私たちは警察への通報義務について、保護者以外の地位を利用した第三者による子どもへの性的虐待などについても対象とする議員立法、児童虐待防止法改正法案を本年6月国会に提出し、与党に協議を申し入れましたが、まだ実現していません。そこで岸田総理にお伺いします。有効な再発防止策を講じるためには、岸田総理や加藤子ども政策担当大臣がジャニーズ性被害の被害者に会っていただき、ヒアリングすべきではないでしょうか。また一般論の子どもへの性暴力は許されないという従来のコメントではなく、個別のジャニーズ性加害問題についてコメントすべきではないでしょうか。さらに被害者からの要望を受け、私たちが国会に提出した児童虐待防止法改正法案について与野党協議に応じていただき、成立させましょう。以上3点お伺いいたします。実際子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないことを確認する制度 DBS を導入する日本版 DBS 法案が来年以降に先送りされてしまいました。性犯罪の前科が2つ以上あるもののうち、子どもに対する性犯罪を繰り返す率は 85% と非常に高く、一人の人が何人もの子どもへわいせつ行為を繰り返している実態があります。性被害はその人を一生傷つける魂の殺人です。この法案提出が見送られたと報道された先月以降も、わいせつ行為や盗撮で逮捕者が出ており、子どもの性被害が後を絶ちません。性犯罪は起きてからでは遅いのです。ついては日本版 DBS 法案について来年の通常国会に必ず提出すると岸田総理、この場でお約束ください。自民党の杉田水脈議員が2016年に SNS に投稿した書き込みについて、札幌法務局は9月7日にアイヌ民族への人権侵犯があったと認定、
大阪法務局も今月18日には在日コリアンに関する投稿について人権侵犯を認定しました。ついては自民党総裁として岸田総理が杉田議員に対して記者会見などをするよう働きかけることや、一定期間は党の役職に就かないというような何らかの対応をするお考えはありませんか。秋本真利議員は国会で質疑し、洋上風力発電業者に便宜を図った見返りとして風力発電会社の元社長から6000万円余りに上る借り入れや資金提供を受けた疑いがあるとして受託収賄の疑いで先月逮捕されました。国会の権威を失墜させる前代未聞の事件です。自民党を離党したとはいえ、環境副大臣や外務政務官を務められた政府の中にいらっしゃった方です。自民党が事態の真相を究明すべきではないでしょうか。岸田総理の見解を伺います。政府は9月に働き損を解消する106万円の壁対象として従業員1人当たり最大50万を事業主に助成することを決定しました。また130万円の壁対策としては連続2回までは扶養内にとどまれるようにするとのことです。しかしこれらの措置は2025年の年金制度改正までのつなぎの措置であり、多くの国民は2年後はどうなるのかと不安になっています。立憲民主党は企業要件を撤廃し130万円の壁をなくすことを提案しています。岸田総理、結局130万円の壁はなくすのですか、なくさないのですか、いつそれを行うのですか、お答えください。次に、老いる分譲マンションの問題です。日本の築30年以上の分譲マンションは制約物件の約 40% を占めます。どのマンションも修繕費積み立てがありますが、大半の物件は入居直後は修繕積み立て金が安く、年ごとに負担額を引き上げる段階増額積み立て方式を採用してきました。ところが建物の老朽化と住民の低所得化が重なり、全国でこんなに払えないと積み立て金不足が発生しております。回収不能になる事態も起こっています。国交省はようやく毎年同じ額を積み立てる均等積み立てを推奨始めましたが、時すでに遅し、危険な老朽化マンションが増えています。これは安全の問題でもあります。総理、管理組合の自立支援など補助やインセンティブを与えることも検討すべきではありませんか。見解を伺います。立憲民主党は今年に入って33本の議員立法を提出しており、今日だけでも泉代表と私を含め21本の議員立法に触れながら多くの具体的な提案をしました。私たち国会議員は国民への奉仕者です。互いの違いを力に変え、建設的で真っ当な国会議論をしましょう。国民生活を支え、誰も取り残さない国民一人一人が大切にされる日本を未来につなぐ責任があります。今の政府では日本の10年先30年先の未来を描けず希望を持てない、目先の選挙や政局に右往左往し、その場しのぎの場当たり的で継ぎはぎだらけの岸田政権の政策では根本的な少子高齢化や日本経済の失われた30年は解決できません。女性や子ども、ご高齢者、働く人、そして生活の現場を軽んじ、増税や負担増が待ち構える岸田増税政権の方針転換を強く求め、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。